ジス -150 ジス -150 はソビエト連邦のトラックでジスが製造を行った。1947年にジス -5 の組み立てラインを置き換える形で誕生した。ジス -150 はギャス -51 と並び、生産台数の多さから1950年代のソビエトを代表するトラックと言える。技術やデザインにおいては、 先行したアメリカ製トラックの影響を強く受けていた。ジスマイナス -150 のキャビンはインターナショナルハーベスター KR11 のものに似ている。ジスマイナス -150 のトラックトレーラーバージョンであるジスマイナス -120N は1956から1957年に販売された。1957年にベースモデルであるジス -150 は 後継車種のジル -164 へと置き換えられた。ジル -164 のジス -150 からの相違点はフロントグリルのデザインとバンパー程度であった。エンジン出力は当時のソ連において現実に入手できるガソリンの億単価の低さと経済性の面で強力エンジン搭載が躊躇されていた経緯から相対的にアンダーパワーであった。 ジス -150 は1954から1969年にかけてルーマニアのブラショブにおいても生産されスティグルロッサスは -101 と命名されたほか中国では第一記者が CA-10 として開放のペットネームで1956から1986年の長期にわたり生産したまた少なくとも1台の試作型が 北朝鮮において、チャーラマの名前で生産されている。生産年、1947から1957年、総生産台数、77万4615台。ありがとうございます。